んいかがお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。じゅじゅーん、クジラ&コービックでございます。今日はこちらを開封します。クジラ&コービックですよ。クジラの仲間たちを集めよう。温度で色が変わるやつもいますぜ。全部で16種類ですぜ。暗闇で光るレアなやつもいますぜ。ブックレットもついてますぜ。クジラ&コービックとなっております。裏面はこのような感じ。16種類のクジラの仲間たちを集めようと書かれていますね。暗闇で光るやつもいる、温度で色が変わるやつもいる、金色と銀色のレアなやつもいるそうです。いろんなやつがいますね。それでは開封。ブヒボヒ。それではブックッカー321ギュー。お、ウバザメレアキャラって書いてある。すげえ、レア出ましたぜ。ブヒウバザメ、ちょっとすごい顔してますぜ。宇宙戦艦ヤマトみたいになってんじゃん。これサメなんだ。大きな口を持つ巨大サメ。ウバザメは今生きている魚の中でジンベエザメの次に大きい魚だ。見るからにデカそうだもんな。大きな口が特徴だが、主にプランクトンを食べているので人間に対しては危険なサメではない。もういかにも襲いますよっていう顔してんのにね。高い背びれと幅の広い胸びれがあるので遠目にはホウジロザメのようにも見えるが、よく見ると頭が平らで他のサメとは違っているのがわかる。どっちにしても怖いけどね。歯は小さくて獲物を噛まずに飲み込むこともあり、他の凶暴なサメとは違う。確かに歯はないね。ギザギザの歯が全然ない。体長は12メートル、最大15トン。でかすぎてイメージ湧かない。住んでいる場所は世界中の温帯の海。あったかいのが好きなのね。俺も温泉好きですよ。特徴、巨大な口に非常に小さな歯が並んでいる。まあ、プランクトン食べるには歯は必要ないでさな。人間で言ったらおかゆみたいなもんでしょ。ブキウバザメ銀って書いてある。これは楽しみですな。大きさ4、強さ4、速さ2、賢さ2。大きくて強くて遅くて頭あんまり良くないって感じだね。武器ラインナップはこのような感じ。出ましたね、レアキャラ。それではウバザメさんの登場です。321キュー。おーおお、すげえ、銀色だ。かっこいい。いいね、シルバーいいですね。テカってますね。これで、このお目目は何ですか。この可愛らしいまつげ生えてる。もしかしてこれまつげっぽいの生えてるな。あれ、こっち生えてない。どういうこと。作りの問題。あ、こっちはそんなことないわ。何この可愛らしいまつげみたいなお目目は。そして大きな口も完全再現ですね。ここでプランクトンを食べるわけですよ。大きな体がよく再現されてますね。でここにエラがあるけども穴は開いていません。そして砂が入っておりますね。プソ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 で伸ばしてみても戻るタイプ、伸ばしても戻るタイプ。そしてこれ水に浮かせるにはちょうどいい感じの軽さで、お風呂に持ってって遊んだら最高ですね。いいですねこれね。そしてこのブックレットと比べてみてもよくできてますね。ほんとそっくりやもん。ほら2つ、よく作るねこういう感じに。上手ですね、とっても。それじゃあ今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。